爆弾ジョニーは日本のゴピースロックバンド。北海道札幌市のレコード会社、カムイレコードに所属し、同地を拠点としている。2010年2月に結成。結成の行きさつは13歳の頃、利用名少年が庭のお花に水やりをしながら、なんとなくギター一本で社会に歯向かう系の人になりたいと思ったことに橋を発する。ほどなく利オ名少年は、 アコースティックギターを手に入れ、来る日も来る日もそれをかき鳴らすが、ある日、アコギ一本じゃ、音が小さいということに気づき、もっとビートを、もっとボリュームを、ということで、ロックバンド結成を目論む。ほどなく、高校に入学したりをめえは技術は、二の次三の次で、個性豊かな面々を揃えるべく奔走。お父さんは回し職人。 大家族六何四女スペシャルという人気ドキュメンタリーシリーズに出演していて学校ではちょっとした有名人であった大地男子相撲部の敏腕マネージャーとして活躍していた小堀くん天才ギター少年としてその名を欲しいままにしたいと思っていた京介を引き入れ満を持たして2010年バンド結成バンドメンハリをおめ京介小堀くん 大地の名前の頭文字を取って、爆弾、ジョニーに。ほどなく、当時生徒会長を務めていたロマンチック安田を、加え、現在のメンバーが固まる。高校時代には、自主版を7枚制作している。2011年7月に、悲しみのない場所へでデビュー。2011年7月22日から、同じ北海道札幌在住の高校生、バンドドロップ S と夏休みに、 初めての全国ツアーを開催。2012年7月には、ジョインアライブ、8月にハリオ、名画、ソロで、ライジングサンロックフェスティバル出演、また同年、利用名は映画、赤い季節にも出演。12月にファーストフルアルバムである、意味なし、をリリース。その後も、全国各地で、精力的に、ライブ活動を行っている。2013年12月4日には、 渋谷クアトロニテリを明20歳の誕生日、ワンマンライブを観光。同時にキューンミュージックからのメジャーデビューを発表し、集まったファンからの祝福に包まれる。バンドの目標としては、世界平和を掲げている。また、世界平和の第一歩は、みんながふざけることという理念を提唱し、コールレスポンス振り付けや、観客がチケット代を決める、投げ銭ライブ。 毎度ゲストを招いてのマンスリーライブ、嘘だらけの公式プロフィール、メンバー全面監修の解放が届く、ファンクラブ解説などを行っている。2014年9月、利用、名の体調不良のためライブ活動を休止。2016年4月18日、オフィシャルサイトにて、活動再開を発表。2011、2012、2013、2014、2016、 ありがとうございます。